ゆで卵を作る桑田。冷蔵庫から取り出した卵を水の入った鍋に入れる。半熟卵なら大体10分ぐらいだろうなぁとコンロの火をつける。10分なら600秒かというと、桑田は自らの口で元気よく数え始めた。1、2、3。桑田の目線はなぜか卵を見ている。15、16、17、18、18、18番。私、桑田バスに現役時代は背番号18番をつけておりました。と急に卵に話しかける。まあ、現在はピッチングコーチとして背番号は73番をつけていますが、それはまた73秒の時にお知らせします。19、20、21。その後108秒で煩悩の話、173秒で投手としての通算勝利記録の話、228秒では全身の袋の数の話をした。お湯はグツグツと沸騰しているが、そんなことはお構いなしに雑談を交えながら数秒秒数を数えていく。桑田は666秒は悪魔の数字だと600秒を超えたことも気づかず半熟卵を作り損なった。赤じゃねえ。